小麦畑プレゼンツ。我未知に見よ、青ざめたルームあり。これに乗る者の名を死といい、インフ、これに従う。彼らは、地の四分の一を支配し、剣と、金と、地と、地の獣と思て、人を殺すことを許されたり。なんかイケメンいるな。うん、イケボでしたね、今。うん。絶対、声と文章の難しさで全然内容入ってこない。ポン。ルカです。エディです。リコです。石野です。最強クイズ王集団、カプリチオチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、ゲーム実況4人でやるの第2弾ということで、ダンスマカブルということなんですが、これは石野が持ってきたゲームなんですけども、はい、どういうあれなんでしょう。はい。まあ、我々この間、初めてゲーム実況させていただいた、電車というゲームがあるんですけど、うん、あ、面白かった、電車。はい。あれと同じ小麦畑さんが制作したゲームでして、電車がリリースされた翌年の2014年に公開されたアドベンチャーゲームになっています。はい。アドベンチャーゲーム。はい。電車がですね、結構純和風の、その日本の田舎のね、テイストだったんですけど、まあ、ダンスマカブルは今、オープニング見ても分かる通り、洋風の、テイストで、ガラッとその世界観とかね、変わってくるゲームになってるかと思います。すでに曲も絵も若干かっこいいもんね、洋風のかっこよさみたいな。うん、なんか、キリスト教の聖歌みたいなも流れてますからね、今。うん、ねえ。だなんか、オープニングでなんか、青ざめた馬の話してたから、五木ひろゆきがもうすでに関係してる可能性がある。うん。青ざめた馬を見ようね、五木ひろゆき。そう。うん。多分あれ、なんか、聖書とかからの引用だと思うけど、それは、あれは。ああ、逆輸入的なね。うん。可能ね。ダンスマカブルって何なんですか？どういう意味？はい。日本語だと、死の舞踏って訳される言葉で、その中世ヨーロッパのなんか、絵画とか芸術で、その当時ちょっと戦争とか病気とかで人がバタバタ死んじゃってた時代だったんで、骸骨がみんなでダンスしてるみたいな、そういうのがモチーフとしてなんか流行ったらしいんですよ。骨骨ロックね、じゃあ、ロックじゃないけど、骨骨ロックと同じ状況ね。これいいなもう、うん、まあ、そういうモチーフを、まあ、ダンスマカブル、死の舞踏と言ったらしいですよ。なるほどね。なるほど。じゃあそのダンスマカブルはどう関係するかわかんないけど、そういう系のモチーフの、でも電車も電車からわかんなかったから、やってみたらやっぱ名作なんかもしれないね、これはね。そうですね。じゃあこれやってみますか。やってみましょう。はい、やろう。じゃあ開始。はい。字がもう独特なんだよな、うん、書体がもうすごいよ。デスノートの字なんだよ。そうね、 D がね。オープニングから見ましょう、これは。はい、うん、じゃあ飛ばさない。父よ、父よ、なんか声が聞こえるね。うん。どうしてあなたは私を、うん、どうして、どうして、なんかちょっと詩っぽいね、やっぱりね、うん、これ小麦畑さんの特徴なんか。今エリエリレマサバクタに言ってたんで、なんか確かキリストの言葉だったと思うんですけど。後ろで言ってたのが、ね、はい、そう。すごいよく聞こえたな。ねえ、うん、そしてよく知ってんな、まずそもそも。まあまあ、映画とかね、クイズ王ですから。さすがだね。いい実況になりそうだね。おー、すげえ動くよ。アニメーションすご。おー。ね、うわ。かわいいですね。リコです、これ。ここ、うん、いいよ。東海違う村のじゃない。なんかこういう、こう、東方に出てきたよな。あこの帽子みたいなのかぶってる。ああ、ヤクモゆかりかな。ね、ああ。言われてもわからん。めちゃくちゃチュッてやるな。言われてもわからんのじゃ。うん、どこ、なんで、私。ちょっとまだ不思議すぎて。わからんねえ。いや、肝になること全然言わん。動詞が出てこん。あ、出てきた。わからない。覚えてない、うん。とにかく出ないと、ここはなんだか、なんだろう。なんか不穏な音が。うん。
ていうかこれなんかよく見るとなんかすごい暗いところでなんか細かいのがめっちゃ動いてませんかこれ。あ、左の方いや、右とかも。右は分からんな。やっぱ地面をなんかすごい動いてるもんないですかね。これなんか僕の画面じゃないと見えないのかこれは。うん、あ、なんか真っ暗じゃないんだこれ。そうそう。あ、見えた。よーく見ると見える。うん、あ、うん、気持ちが悪いです。ちょっと進めましょう。おめっちゃカバーをざめてじゃん。本当だ。リコこれね、火って言わないと。なんかいる。なんてよ。じゃあまあ光ってんの調べたらいいのかね。そうだね。釘でなんか、うん、アイテム手に入れたので、ね、なんかすごいなんかええー、みたいなのが聖火隊がはいはい釘ですか。まあなんか十字架に刺さってたってことはそのキリストをその十字架に固定した釘っていうことですかね。両手を鳥の椅子かがの引き抜いたことでおなじみの釘ね。ああそうですね。おなじみかは知らんがくちばしが、そうこう出してこうグッて抜くっていうアトリカの鳥です。これどうやって使うんだろう。この人の声も釘宮さんなんじゃないのじゃあ。示唆されてたってことね。その釘じゃない。そんなわけない。あとさ、この釘抜いたのにこれどうやって使うんだろうって発想になるのすごいよね。じゃあ道具としての認識が強めの。まあ抜いてんだから使うんじゃろ。そうか。お。操作方法ですね。はいはい。所持品切り替えってことは、なんかその、所持品をセットして、そのものを調べると、なんか、イベントが起こるみたいなやつかな。なるほど。そういうのあるね。うん。え、今の、この、説明画面の。説明画面に言及したのかな。進行度確認ってあったけど、今のは何かしら。メタ的な視点が見えるんだね。なんかでも確かに視野広いされた。確かに表示された。確かに表示されていたわ。じゃあこのシフトを押すと、これ釘を装備したっていうので、ね。はいはいはい、はいはい、手に持つものを変えれるってことだね。なるほど。じゃあこの赤いのを調べたらいいのかな。そうだね。お願いします。そういうことでしょう。ああ穴じゃないんだねここはね。床が割れてる。赤黒い。これ何？すごい分かり。感じ分かってる感じ。なんでお前まで傾くんだ。ここに刺せば良いんですよ。うん、まあ読んでもくれていいよとりあえず。うん、まあ思わんよなそうは。そうですね。うん。何かにこう誘われてるんかねこれね。うん、おおない。わわ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 わ。なんか今逃げてって黒いやつが。そんな気持ちかは知らんけど。もう動きがすごいや。祈ってる。もうね。祈った祈った。スキージャンプペア。どうかどうか、今日も私を照らし、お導きください。いつも朗らかに、健やかに過ごせますように。うん。物事がうまくいかない時でも、微笑みを忘れず、いつも物事の明るい面を見。うん、まあね、見珍しいね。最悪の時にも感謝すべきものがあることを悟らせてください。結構長いやん。長いな。釘立ってますね。あ、釘立ってるね。自分のしたいことばかりではなく、あなたの望まれることを行い、周りの人たちのことを考えて生きる喜びを見出させてください。キリスト教の教えとかなのかな、これね、まあ、なんかセリフ祈りの言葉みたいな感じですかね。私はあなたに従います。うお、上にメメントモリって書いてある。うん。花メメントモリね。ミシルの、白黒の MV でもね、おなじみ。うん、まあ、死を思えという。死を思え。うん、これは。動ける。そうなの、自分で刺したけどね、なんか、そうか。結構頑張ってた。なんかやっぱちょっと変なんだよな。お、来た。特に何もないか。じゃあ、左か右か。そうだね、行ってみようか。じゃあ、はい、左の方行ってみようか。うん。何なの、これは絨毯なの、血の海なの、何なんだろうね。なんかポコポコ動いてる。あ、でも動いてる。
ひどい匂い、放り出された家畜小屋みたいな。あれ私、そんなのどこで、ね、放り出された家畜小屋を知ってるっていうすごい、うん、じゃあもうさっき一瞬出た映像みたいなのが、あれなのかな、記憶なのかな、この人。あ、なんか村の中にいたみたいな。うん、キリストも馬小屋で生まれたみたいなのがねあるから、うん、確かに、なんかその動物小屋みたいな家畜小屋みたいななんかキーワードっぽいよね。はいはい、これ食材ですかね。うん、うん、お人がいる、あの服はきっと神父様だ。お神父なのかどうかでね、カトリックかプロテスタントか神父か牧師かね。うん、あのすいません、ここはどこですか。あの、うん、お、何じゃ、何何刺してる、何やってんの。トトロのあの水引いてさ、あのトマトとか冷やしてるシーンのおばあちゃんのこう水ガチャガチャやってる可能性はあるよ。絶対違う。上下に動いてたら必ずそう見えるんか。あの、何してるんですか。うん、うわ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 、怖い。おお、これはあのペストの治療してた医師がつけたペストマスクってやつですね、これは。ペルソナみたい。そうそう、結構なんか RPG とかで結構こういうキャラクター出てくる。哀れみたまえと。ペストマスクの誰が言うんだよこれ。じゃあ医師の、はい。これあれじゃん、なんか来なさい、たかし起きなさいみたいな。そうそうね、聞こえてなかったシーンがこう字で書かれてるだけだからね。よ、哀れ、で見たまえ、哀れ見たまえ、我らを我らを我ら我々我々、ちょっとマットオトマットみたいな。我々我々、すべての悪、すべての罪、恩怒り、悪魔の罠、邪淫の心、終わりなき。いや、こんな後ろもなんかいる？お、誰だ？お、これもう一人の主人公みたいな感じですかね、じゃあ。これは AT ですね。アルエット、そいつから離れて、こっちへ。配役大丈夫だったのか。うん、心配になってくる。僕結構大事なところでふざけてしまう、ちょっと嫌いがあるので。確かに、ちょっと自重してね。ちょっとそこは、はい、頑張ります。はい、頑張って。ラザール。ラザール。名前が判明したね。はいはい、アリエットとラザール。はい。はい、早くほら、こっちへ。さあ、あいつが気づく前に逃げよう。プロデューサー巻きみたいな、ね。確かにね。待って、なんだかクラクラして、多分匂いのせいで。大丈夫？俺の手握って、ほら。アリア。アルエット。アリア。アリアかもしれない。アリアだ。これアリエットかな。これアリエットじゃないですかね。え、俺？じゃない。そうよ、アリエットの自覚を持ってる、うん。そうでしょ、きっと。あ、そうだ。ラザールはよく街に出かけてた。と、ここのこともよく知ってる。だから大丈夫。きっともう大丈夫。お、回想シーンかな。出発は明日の朝？お日様が顔出す頃には村を出てるかな。うちの親父せっかちだし。でもすぐには帰ってこないんでしょ。いじけてんな。まあ向こうでもいくつか仕事を受けるだろうから1週間くらいかな。へん。部活今度。あれ、なんか機嫌悪くない？機嫌悪かったね、やっぱり。だってラザールは街に行けてずるいもの、私だって行ってみたいのに。そういう世界観か、うん、すごく立派な大聖堂があるんだよね。一度でいいから見てみたいな。焦点。じゃあ歌丸さんの言い方じゃないんだよ。と私が言いますので。じゃあさ、アルエットも行けばいいじゃん。意地悪、うちは粉屋だもん。お、町に行く用事なんてないよ。
フランス語で粉屋ってことはムニエルってことかな。ムニエルですね。おお、そうかもしれないですね。そうじゃなくてさ、つまりそのアルエット、俺さ話があるんだ。好きなんじゃないじゃあもう、うん。うん。つまり大事な話聞いてくれる？うん。緊迫感持てやれ。大事な話なんやぞ。っていう思い出まで思い出したの、ね。何を言ったか。うん、話そういえば、なんか大事な話をした。なんだったっけ？とても大事な話だった。あれ？また一人になってる。あ、本当だ。いないね。ラザール。どこラザール？いないの？まさかあの怖い人に連れて行かれた？テストマスクね。それとも幻だったのかな。いてほしいって思ったから。ラザール、鹿児島ラザール高校。ラザール、ラザールだよ。お、光ってる。光ってる。一本だけ残ってる火をつけ忘れたのかな。ろうそくってことか。火のついていないろうそく、祈りの時に捧げるものだろう。やっぱアイテム入手したとき、これ成果流れるの、ちょっと。へぇーみたいな。お、ああ、そういうこと？なんて読むの？新郎？新郎かな。あんまり使わない言葉ですね。そうだよね。下にドアがあって、上になんかあって、いろいろあるね。じゃあ、ドアに。はい。鍵。ああ、はいはいはい。もう書いてありますね。ドアの横に。ね。カエサルルームかな。違う。電車で出てきたカエサルルーム。カエサルルームね。なんかいろいろ意味深に置いたんな。ね。これ神父様の聖書と同じ。神父っていうのもいるってことだよね。なんかさっきは変だったけど。文字ばっかりわからない。どういうこっちゃ。やっぱ村の娘だからあまり文字は読めないんですかね。あ、聖書と同じ見た目なのはわかるけど中身はわかんないのか。マージャンファイトクラブの筐体みたいな形ですね。知らないんだよなそれ。あんまね詳しくないからちょっとわかんない。神父様がいれば読んでもらえるのにな。あ、開いた。あ、開いた。お、でも特に何もなさそう。何にもない。ヘブライ語で書かれてあったりするんですかね。旧約聖書だったらね。旧約聖書だよ。新約か旧約かで、ね、字が違うから。インフェルナス。ああ、わかんないね。インフェルノ的なことですか？まあ、熱いのかな、また。また熱いのか。インフェルノ。ヨガインフェルノ。ヨガインフェルノと同じだもんね、これね。お。来た。ところどころ読めるような気はするけど、そうなんだ。読めはする。あ、まだちょっとおとなしい展開ですね。あ、なんか書いてある。アルエットか。おう。おう、ほんとだ。自分の名前。あれ、上に書いてあるのって。うん。やっぱり私の名前みたい。でもそんなのおかしいよね。もっと神父様に文字を習っておけばよかったな。名前だけじゃなくて。名前は読めるってことやな。うん、なるほど。寺小屋的な役割があるかな。お、アルエット、ひょっとしてそこにいる？ラザール、ラザールなの？よかった、俺の声聞こえてるんだ。平気？あいつに何かされなかった？ラザールこそ大丈夫だった。なんかあったな。う。あいつから逃げたんだけど、ここに閉じ込められちゃったみたいだ。お、特別な鍵がないとダメらしくて、いろいろ試してはいるけど、うまくいかない。いろいろの書き方。いろいろの書き方。鍵ってひょっとしたらここにはめるのかな。小さな輪みたいな穴。アメン。う。なんだろう。また、ちょっとまだ不思議が多いな、うん、ねえ。ちょっとあの、現時点での予想なんですけど、こう、ラザール死んでるんじゃないですか、多分。まあ、結構それは思うんだよな。
あ、続きださ話ってムカつく女だな。緊迫感がねえんだよな、この話。だからさ、一緒に町に行こうってことなんだけど。無理だよ、そんな急に。リアリティある意味。今回の話じゃなくて、これから先、ずっと。結婚じゃない。それってまさか。そういうことだよ。もう大丈夫な年だろう、お互い。へぇ、ね。うん。まあ、当時の、その、年齢制限みたいなのはよくわかんないですけど。そうね。うん、全然違ったらどうしよう、これ。新長井君に入ろうとしてる話。やだよな。この年から保険に入れたっていうね。そうそうそう。いい年だろう、みたいな。でも、それとも、俺だと嫌？そうじゃなくて、いきなりだから、その。照れちゃってる。ね。父さん、どういうかわかんないし、それに、そっちだって。確かに、親父にはまだ言ってないけど、今回の商いのうちには話すつもりだよ。ダメとは言わせないし。お、かっこいい。ね。だから帰ってくる時までには決めておいてほしいんだ。俺と一緒になってくれるかどうか。あ。いや。ラザそれ言ってちょっと商いの途中に死んでたらやだよラザール、うん、ね、死んでそうだなー。でもそろそろ行かなくちゃ。戻ってくるの遅いって怒られそうだ。お、川を。あのラザール、ん、気をつけて行ってきてね。かわいい笑顔が、うん、もちろんいい思い出よ、ここまでは。うん、アルエット、どうしたの？何かあった？うん、何でもない。大丈夫。とにかく出る方法を探してみる。アルエットも鍵っぽいものがあったらお願い。あいつには気をつけて。見かけたら絶対に逃げるんだ。いいね。はい。うん。ちょ、はいって言っちゃった。なんかさ、このアルエットの名前が上に書かれてるのってどういう意味があるんだろうね。なんかその、ね、死んだ人の名前が書かれるのかとか、なんか何なんだろうね。うん、これも秘密よね。必ず後で明かされる、うん、でなんかあいつから逃げるんだみたいなのがあったから、なんかすげえなんか青鬼みたいな、追っかけっこみたいなやつがあるかもしれないこの後、うん、ドクターみたいな、ちょっとこう怖い要素もある、うん、さて、まあ、ろうそくがあるので、はい、食材どっか、うん、どっかなんか火を灯すみたいなことが、うん、あ、お、お、うん、お、うわうわ、話変わってきた。4、4、4、逆4。まあでもこれを調べるみたいなことかな。もうん、お、変わらない。ここだけ開くんだよね、でもな。うん。うん、インフェルノ。右はなんか書いたのかな。書いてない。あ、イベントが。どうしよう、こっちには気づいていないのかな。あの背後を取ったのかな。ストがいるのかな。お、ああいる。うーん、じゃあ見てないうちにヒュッと行けみたいな感じかな。そういうこと。うん、なんかアリエットがいるところはスポットライトがね、こうアルエットね、アルエットがついてくるよね。あ、そっち行ける。あ、まあ戻っただけ。黒、うん、でも右の方はまだ行ってない気がするから、うん、ああそっか。あのさっきのさ4の逆って、うん、なんか多分だけど、あの読む順番とかを示してそうじゃない。ああ、そうかそうか。なるほど。4箇所さ読むところがあったからさ。あ、行き止まりだった。そうかそうか。じゃああれの順番で本を開いていくみたいな感じか。じゃあ左右上下かな。うん。まあ逆かもしれないけどね。なんとも言えないけど。そうそう。うんうん。でもあそこから書いてあるから、あそこがスタートだとすると左。あ、いやーね、どっちとも取れないけどね、うん、じゃあ左右上下でちょっと上下かな、うん、すすすあ開いた、左右上上なんか合ってそうだね。おおで下とだ、もうゲームをやったことあるかのようなひらめきよ。おか、か
階段、うん、じゃあ地下行ってみますか。行きましょう。はい、